日曜日に開幕する地球温暖化問題に対する懇談会にご参加いただきまして誠にありがとうございました。厚く御礼を申し上げます。いろいろなご意見を多方面からじっくり聞かせていただいた時間でありまして大変感謝を申し上げたいと存じます。いろいろ資料に出ておりますとおり中期目標の設定というものはこれは国民にとりましても負担を生じますのでその意味では国民生活全般にわたって大きな影響を与えるそう思っておりますのでパブリックコメントを取らせていただきましたりまた全国で高橋氏参加されたと言っておりましたが意見交換会また世論調査などを通じてできるだけ多くの意見というものを幅広く意見をいただきたいという努力をしていきたいところです。今日も産業界 NGO に限らず消費者団体また労働界などからさまざまな立場の方からそれぞれご意見いただきまして誠にありがとうございました。パブリックコメントに1万人を超える多くの声が寄せられたということは明らかに国民の意識として知っているという意識が 85% を超えているという事実を見ましても我々としては大変関心が高い問題であるということに関しては先ほど消費者団体に代表しても話をしておられました。その通りだと思っておりましてこういったもの意識が出てきたということだけでも昔とはえらい違いだと思って感謝をしております。いずれにいたしましてもこの対策を何をやるにしても負担を求めるということになります。したがって多くの方々にこの負担という問題と負担をしなかった場合の負担両方考えないかんというところが大事なんだというお話を真剣にいろいろ考えていただきましたことに意を強くしたところです。いずれにいたしましては皆さんのご意見というものを参考にして私自身じっくり考えていきたいと思っております。来月前半半ば頃には半ば頃でしょうか日本の考え方というものなりをきちんとまとめて中期目標を私の方からしっかり発表させていただくということにあってそれをもってサミットその後のCOP15につなげていきたいと考えております。いずれにしても長時間にわたっての本日ご参加いただきましたので改めて感謝を申し上げて御礼に返させていただきます。ありがとうございます。どうもありがとうございました。それでは本日の会議はこれで終了といたします。